ご覧いただきありがとうございます。ラスタイルです。今回ご紹介させていただきますのはこちら、クロケット&ジョーンズチェルシー8ブラックカラーです。堅牢で実用的な英国グッズの作り手として、百貨店やセレクトショップでも絶大な人気を誇るクロケット&ジョーンズのコレクションには、老舗だけあり、トラットなドレスシューズはもちろん、カジュアルにも使いやすいモデルまで数多く存在しています。サイドゴアブーツの誕生は1800年代、イギリス帝国が最も繁栄したと言われているビクトリア朝時代に遡ります。ビクトリア女王のために作られたシャフトの横にゴムを持ち、レースを使用せずに脱ぎ履きを可能にしたブーツですが、それを見た夫のアルバート王妃殿下は女王よりもその靴を気に入り、自分のためにも作らせます。公務にもたびたび履いていたことから、一時はアルバートブーツとも言われ、徐々に普及していくこととなります。今日ではチェルシーブーツとも言われるこのサイドゴアブーツがファッションアイテムとして爆発的に流行する震源地となったのが、イギリスのチェルシー通りと言われています。業界問わず著名人たちが暮らすこのロンドンの地区は、たびたび流行の最先端となり得ます。チェルシーと非常に分かりやすいペットネームが付けられたこのサイドゴアブーツシリーズですが、こちらがすでに8代目であることからも分かるように、現在10作品を超えるモデルが存在し、これはクロケット&ジョーンズの中でも最多かと思います。木型が同じものもあり、一部は別注のみのものもありますが、細かな点でそれぞれ異なります。中でもドレッシーな要素を盛り込んだ8はシリーズでも定番人気の品となっています。ジェームウェストの705と比べても短いシャフトに、フルストラップは後方に1箇所です。そしてゴムの部分は長方形というより逆三角形となっており、シンプルなサイドゴアブーツの中で個性を感じさせます。使用される木型は2003年に登場した341ラストで、シャープなラウンドトーンのシルエットです。ソールはオリジナルのラバーソールであるシティソールを採用しています。グリップ力、耐久性を残しながら薄さにこだわったこのシティソールも、やぼったくならない工夫の一つと言えます。では次に使用感の説明に移らせていただきます。こちら当店で SA ランク相当の扱いとなっております。ではまずこちら右足です。次にこちら左足です。沈みの方はほとんど感じません。じゃあ次にサイズ感の説明に移らせていただきます。こちらサイズ表記の方が 8E となっております。エラルグリーン202ラストの方で 8E、オールデンバリーラストの方で 8.5D あたりを履いていただいている方におすすめのサイズ感となっております。その他サイズ感について不安やご質問などございましたら、当店のオンラインショップまでお気軽にお問い合わせください。こちらはメンテナンス済みとなっておりますので、到着後すぐに履いていただけるような状態となっております。日本でも礼装として履かれていたサイドゴアブーツですが、こちらもスーツスタイルにも対応していると言えます。フォーマルな場では難しいですが、ビジネスカジュアルの幅が広がる昨今では、そのお供に使用していただけるかと思います。8月も終わりが見えてきて、秋物をお探しの方が増えてくることと思います。合わせやすいサイドゴアブーツもサイズが合いそうな方はぜひご検討くださいませ。それではご視聴いただきありがとうございました。